内藤証券投資調査部の高橋です。7110マーケットトゥデイをお送りいたします。本日の日経平均株価は15,967円と全営業日比230円安となりました。上昇は52、下落は167となっております。売買高は21億株と薄商いでありました。ドル円なんですけれども15時01分ごろ113円となっております。今回も PR の基準から見た日経平均株価をお知らせします。最近は14倍台といったところが従来から意識されておりましたが、13倍台になると14倍台まで戻るというふうな状況になっております。下の方に PR の日ごとを出しておりますけれども、2月12日こちら 14,953 円で13倍台まで下落しましたが、次の15日には戻っております。8月からですけれども、一度大きく下落したときは13倍台が2日に営業日ぐらい続きますと14倍台まで戻るといったような状況になっております。今回は12月決算がほぼ出揃いましたので、こちらの見方をいろいろな角度から見ていきたいと思います。まずは東証一部の12月決算の今期の見通しになります。銘柄数なんですけれども、176社、2月の17日までなんですけれども、発表済みは173社で、進捗は 98% ですので、ほぼ全体をカバーしていると思われます。その中で 16.12 期、会社の予想なんですけれども、上期の売上高の伸び率は 4%、 営業利益の伸び率はこれも同じ 4% でした。通期になりますと 5% 増収で、営業利益の方は 10% 増益となっております。当期純利益、こちらやや伸び率高いと言いますのは、この12月の時に特別損失を出した企業が多くありましたので、数字の方が少し上回っております。次にこちらの全体の中からそれぞれの業種ごとに分けてみたいと思います。東証一部業種別の 16.12 期の見通しになります。まずこの並び方と言いますのは、上期の営業利益の伸び率の高いところ、そちらから順番に並べました。金属製品5社、こちらの方の上期の営業伸び率97と非常に高くなっております。こちらは調布製作所という会社なんですけれども、前年同期は消費増税の反動がありました。今期はそれがなくなるといったところで、非常に高い伸びを見込んでおるために大きくなっております。その次の食料品10社、こちらの中では、オエノンホールディングスという会社がバイオエタノール事業を、事業撤退しました。赤字が事業でしたので、これがなくなるといったことで大きく伸びております。あとはおおむねそのテンパーですとか、プラスマイナス 10% 以内に収まっておりまして、一番下医薬品2社ですけれども、こちらは4月から今年は2年に1度の薬価改定があります。そういったこともありまして、低い伸び率になっております。次に東証一部だけではなくて、12月決算で見れるものをすべて見てみました。該当は216社あります。でこちらの方は前期比較ができる実数といったもので計算しております。ただ注釈の方に書いてありますけれども、営業利益率の変動が非常に大きい鉄鋼ですとか繊維製品、石油石炭は除きました。また小売業のマクドナルドと選手会、こちらマクドナルドの方は上期が赤字で通期で黒点、選手会は黒点するんですけれども、数値が異常値になるため外しております。で合計先ほど言いました216社になっております。このよう216社の数字で見ますと、中間上期の売上高の伸び率というのはマイナス 1%、 営業利益はマイナス 4% とマイナスになっております。通期になりますと 2%、 売上高伸びますが、営業利益は 0% とほぼ横ばいになっております。こういうふうに考えますと、そろそろもう12月決算というのは織り込まれておるかと思いますが、今後3月決算、こちらの会社のところも同じような感じになるのではないかと推測されます。次に16年に入りまして、1月の4日から2月の17日までの騰落率を出してみました。
すべてがマイナスになっております。その中で、ゴム情報機械というのが、下落の率としては、小幅になっております。このゴムなんですけれども、主要な会社が12月決算で、通期の見通しを出しておる、あと原料安といったところですとか、ものすごい業績がいいというわけではないんですけれども、自動車に沿って堅調に伸びるといったところで、直近では見直しといったのがあると思います。2番目の情報通信なんですけれども、こちらはフィンテック関連ですとか IoT、さまざま最近話題になる材料となるような、会社が含まれております。そういったもので上げ幅の大きいものがあったりするために、小幅に、下落ということになっております。次に16.12期、こちら先ほどの東証一部の企業です。こちらの方でファンダメンタルから見て割安感のある銘柄を出してみました。このファンダメンタルといいますのは、予想の方は東洋経済の数字を使っております。で、残余利益モデルといったものから推測しまして、今の株価が割安だというふうに出てきた銘柄を出しております。このように見てみますと、その他の製品、こちらがなかったりですとか、小売業、もともとこちらはバリエーションの場合 PR で見ることが多いので入らないことが多いです。こうやって見てみますと、化学ですとか、ゴム製品、このいわゆる中長期的に見ると日本の需要としては下がってくるといったものが多くあります。特に化学なんですけれども、このOAT アグリオですとか、滝化学、アグロカネショー、こちらは肥料の会社です。北米などでは肥料は比較的良いんですけれども、南米、非常にブラジルの方が悪くなっておりまして、全体感から見ると、下げ悪い状況になっております。また肥料としましては組合化学という会社が時価総額1000億ありまして、修練されるというふうな見方をされておるかもしれません。次にファンダメンタルから見ましても、ただ安いだけというふうになっては困りますので、この過去1ヶ月から3ヶ月両方でパフォーマンスがプラスの銘柄を出してみました。手短に紹介していきます。まず日本管理なんですけれども、こちら賃貸マンションを一括借り上げしまして、相続対策として期待がされております。2番目の日本セラミックです。こちらの方は赤外線センサーで世界シェア 60% ありまして、車載用の防止衝突防止センサーが拡大しております。ブロンコビリーは後ほど個別の銘柄で紹介いたします。で、情報通信なんですけれども、フューチャーアーキテクト、これは IT コンサルです。ブロードリーフ、こちらの方は部品管理ソフト、サイバーネットシステムというのは製造業向けの設計技術です。このように見てみますと、非常に面白そうな業種というのが多く見えます。で、この中で赤字のものなんですけれども、このフューチャーアーキテクトと、ダイワレーキー工業、こちらの方は割安でもあり、さらにこの 1,3 ヶ月でパフォーマンスがプラスという銘柄になっております。では、最後に、銘柄の紹介いたします。3091のブロンコビリーです。こちらのステーキの会社です。下に網焼き亭と物語コーポレーションといったように、同業を出しております。この網焼き亭、物語コーポレーション、ともに名古屋の会社でありまして、ブロンコビリーも名古屋です。ですので首都圏の方はなかなか知名度はないのかなと思いますけれども、非常に業績が良い会社になっております。15年12月末なんですけれども、97点のうち63点、こちらが東海ですので、これから関西ですとか関東、ますます出店余地があります。今期の予想なんですけれども、 16% 増収、 14% 営業増益と、全体から見ると非常に伸びておる会社になっております。で、最後、株価のチャートと、指標なんですけれども、こちら小売りの PR というのは21倍になっております。ちょうどブロンコビリーも21倍、知名度がやや低いといったところで、低く抑えられているかもしれませんけれども、これからも、伸びるというふうな状況を考えますと、まだまだその上値の余地は考えられるのだと思います。高値の方は2960円で、安値は1500円でした。決算の後、やっぱり業績が良いということで上がりました。で、一旦戻っておりますけれども、やはり基調としましては、増加の基調をたどっております。本日は以上になります。